本日は平日のお忙しい中ご来場いただきましてありがとうございます。改めましてミスグランドジャパン主催者の吉井恵理子と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。思えば5月ミスコンでどうしてもやっぱり一番が取りたいと思って私はこのミスグランドジャパン将来日本代表として日本大会を初めて日本で開催することを決定しました。初めは一人で歩んできた道ですごく心細くて不安も多かったんですが気がつけばスタッフそしてスポンサー様そしてファイナリストのみんなが支えてくれるそんな日になっていました。ファイナリストには話しましたが私の携帯の中には彼女たちの写真ばかりです。もう大好きすぎて仕方がない。そんな彼女たちとは言うんだこの2ヶ月彼女たちの集大成を皆様に見ていただきたいこの気持ちいっぱいです。本日は2時間ですがどうぞよろしくお願いいたします。